職業見学。グループごとに企業へ訪問、レポートをまとめるクソだるイベント。僕が見学したいのは捜査一課とか監察医とか麻薬カルテルとか、この世の闇が垣間見える仕事がいい。好きな者同士6人グループを作ってくれ。はーい。だがそれ以前の問題だ。そもそも好きな者同士6人ってなんだ。入れてやるよ。はあ、原さんのグループも4人だから。山田のグループも4人だから、あと2人足りない。俺ら分裂すっか。俺と太田も入れてくんね。ん、そっちの2人の方がいいんですけど。誰でもいいわ、足立以外なら。ドロン、神崎がよ、原さんのグループに。僕と山田は知ってるわけだが、チラがあんたら4人の中から。なんでおめえらに選択権があるんだよ。でもいいのかにゃ。じゃあちょっと待ってね、足立がいい人。はい、ゼロね。選ばれる気がしない。待って、多数決の前に別に誰がいるとかはないけど。じゃあとりあえずそれで、うん、神崎くん4人中3人が選びました。あ、ま、待って。でも神崎くんの気持ちも大切でしょ。原さんのグループに行きたいと言えるわけない。交渉権があるだけで決定ではないから。それなら向こうのグループの方が合うと思うな。神崎はさ、真面目で成績もいいだろ。敵レベルの合うグループに。じゃあ俺アホだからここに入るしかねえか。科学40点なんだが。じゃあ俺と市川が入って。じゃあ僕らは向こう行こうぜ。なんだかいろいろなものを失った気がする。おいみんな、そろそろいいか。嘘でしょ。なぜわかった。